昼はですね、茨城、特にマコマス、ちょっと海に近いので、非常にいいところですね。ああ、そうですね、うん。景色はいいですよね、今。あ、大丈夫です。で、どちらの出身ですか？ここですね。ああ、そうなんですか。地元です。地元は茨城ですか。いや、観光といえば、どこ行ったんですかね。まあ、多分イタチの公園、中の公園ですよね。まあ、ここが一番ですよね、今はね。あとは袋田ってあるんですけど、滝がね、と筑波山、あと食べ物は何ですか、一番美味しい。あ、ここは今シーズンがもう今月いっぱいぐらいで終わっちゃいますけど、干し芋って知ってます？いや、知らない。果物違う。スイートポテトを、スイートポテト、はい、あの干すっていうか、なんだろう、ドライ。あ、はい、あの火に当てて、はい、それ干し芋っていうんですけど、甘いやつですか。そうです。ただ高い、高いです。高いです。すんごい高いです。駅の、あの売店でも売ってますけど、売ってます。高いです。駅のみんなに、あのご飯連れて行ってくれたんですけど、刺身食べました。めっちゃ美味しかった。刺身屋さん。あ、そうですか。まあ、刺身食べられるんですか。そうです。あのマグロとかサーモンとか、いろんな刺身を食べてたんですけど、美味しかった。まあ、このシーズンで刺身一番美味しいんですかね。まあ、そうですね。いや、でも普通のインドネシアの人は、正直あんまり食べないです。あ、揚げて食べないと。みんな普通に揚げてる、揚げるものとして食べてるんです。もったいないですね。もったいない。そうです。だからもし刺身と揚げ物があったら、みんなどっちがいいのか、もうみんな揚げるものが一番。あ、そうですか。でもね、周り海ですからね。そうですね。いっぱい取れていいですよね。取れてですね、だからまだ新鮮な、しかも甘みがすごい。もう食べたらシュッて、ね、これはなるほどねみたいな味になってますね。小松はこれ最近できたんですね、この建屋。ここはもともとは、加藤って知ってる。